どうも、ウクレレプレイヤーの鈴木智樹です。いやー、本日は鈴木智樹春ツアーウクレレポップ2021追加配信ライブ、フェニックスリターンズホニャララ、あの時はごめんねホニャララをご視聴いただき誠にありがとうございます。いやー、ついに今年の3月から駆け抜けてきた春ツアー、いろいろ経て本日の8月8日7日についに完結でございます。どうもありがとうございます。はい、皆さんね、コメントとかもありがとうございます。嬉しいですね。はい、今日ね、コメントも見ながらやっていきますので、ぜひぜひね、皆さん、どしどし、どし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 、コメントしていってください。というわけで、今日ね、ちょっと後ろの方に見えてますね、鈴木ボーイズが見えておりますが、今日もですね、また春ツアーのファイナルの再演のような熱い、そして楽しいライブをお送りいたしますので、ぜひぜひ楽しんでいってください。はい、というわけで、今日ね、僕のライブということで、もしかするとね、万が一今日僕のことを初めて見るよなんていう方もいるかもしれないんで、ちょっと僕の自己紹介なんかをね、しようかなと思うんですけれども、私は、1990年9月28日に日本人の母親と、そしてその時たまたま日本に来ていた日本人の父親から、生まれた日本人です。生まれは奈良県というところで、生まれましてですね、非常にね、小さかったんですよ。今ではね、こんな風に大きくなっちゃいましたけども、本当3000グラムないんじゃないかっていうぐらいね、ちょっと小さく生まれましてですね、もうなんか本当この子は大きく育つのかしらっていうね、もう本当家族全員がすごい心配してくれてたよみたいですね。おいおい、ちょっともう始めちゃったんで、では今からね、この追加配信ライブ、皆さんに楽しんでいただきたいと思います。皆さん、楽しむ準備はできていますか？ OKOK、 皆さんの声聞こえています。では、楽しんでいきましょう。それでは、鈴木智樹のこの追加配信ライブ、フェニックスキャンス、あの時はごめんね、開演します。なかなか皆さんと会えない時期が続いておりますが、その時期を思いながら書いた曲です。ただ、この時期は皆さんと会えないとか、そういう暗いことばかりではないんです。この時期があったからこそ、今出会えたあなた、皆さんがいます。なのでですね、僕はそういうちょっと明るいところを見てこの曲を書きました。それでは聴いてください。曲名は Distance、 この1年で一番聴いた Distance という言葉を選びました。では聴いてください。そんな皆さんに捧げます。